対佐賀の時に、まあ、長崎でのデビュー戦でしたが、逆に言えばね、またそこから試合を重ねてパフォーマンスも上がってきていることでしょうから、長崎の過去5試合、こちらは2勝3敗、はい、いかがですか。やはり最初に申したように、佐賀、長崎、長崎、佐賀の戦いではあります。2023-24 シーズンの B1 第32節ゲームは佐賀バルーナ対長崎フェルカ。フィーラー中に行って、おーボードに当てて決めていきました、ね、フィーラーです。フィーラー、ディクソンが見るような形になっています。でここ岸田、ナイスコンビネーションだ。チャイルズ、岸田のナイスアシスト、長崎タイムアウトです。名を連ねますが、おっとここはカット、そしてボンズ、そしてまた松本だ。この辺りスピードを見せるボンズ、ここで佐賀タイムアウトです。いやーボンズ豪快にフルサイテに、いや佐賀もよく守っているという形。そして久我原、チャイルズのダンク、中豪快に飛び上げたよ。ババ高平、ね、高平レイアップ決めた。なんとか第2クォーター、狩俣のフェーダーウェイ、これは落ちる。タフショットになった。ババリバウンド行きました。おババ奪い切った。ババ、いやーババのプレー。そして隅田のスリー、ババ9点差まで広げて、狩俣のスリーが来ます。流れがいいとああいうのも決まってきますよね、皆さんね。乗り乗ってますね、チームとして。さあここはハットでチャイルズ、4つ目ブラッドリー、ね、そうですね、エヴァンス、ここはエンドワン、エヴァンスでエンドワンです。さあガルシア、ガルシア、ようやくらしいプレーが見られるか。ガルシア、ここで来ました、ガルシアです。ブラントリーで松本のスリーが来た、きっちりお返しで井上、ここで得意のスリーを打つ、ただ落ちる。おーチャイルズリバウンド残した、そしてそのまま行ったチャイルズ、気迫は見せた。ただババ、ここでババ、こういうところで決めきるのがババ。隅田ディープスリー、ただチャイルズと、これははい得点にはなりましたね。